中段の位置、2番の古性優作、今シリーズを大いに盛り上げている一人、2番の古性優作、そして後方から3番の吉田拓也上がっていきました。吉田に4番の松坂英二、6番の浜田浩二と、この3人が4コーナー回って早くも誘導員退避です。赤番前に切っています。3番の吉田拓也、残りここで2周です。中段キープは2番の古性優作、さっと引いて7番の深谷智弘。まもなくジャンマイ2コーナーカーブ、青番周回の4コーナーで誘導を切りました。3番の吉田拓也、そして中段キープは2番の古性優作、深谷は7番手で残り1周半を迎えました。前のペースが徐々に上がっていきまして、3番の吉田拓也がやはり主導権です。古性がまだ中段の4番手で、深谷がこの辺りから動いてくる。ジャンの4コーナー7番手から深谷がまくり上げて最終周回、古性が反応できるかどうか。ここをスルーしたか、7番の深谷智弘が一気に前段捉え切る勢いか。2コーナーからバック、4番の松坂が振っていきますが、7番の深谷智弘がどうやらまくり切りそうだ。ようやく後方抜け出したところ、3コーナーカーブ捉え切った7番の深谷で追走、1番の浅井光太、そして古性がなんとかまくり追い込んでくるが、まだ4番手から3番手あたり直線コース。絶好展開、1番の浅井光太、1番の浅井光太、外側から2番の古性優作、捉え切った。古性が捉えてガッツポーズです。
戦の決勝戦です。連日動き目立っている古性優作がこの決勝ではどんな立ち回りを見せるか、そして吉田拓也、こちらが思い切って風を切っていくのか。東口が最後に前傾姿勢と入っていきます。66周年蒲生内里杯大田競輪決勝のスタートは1番の浅井光太がまずは飛び出しました。すんなりと浅井、そして2番の古性優作中段です。各ラインの位置取りはこれで早くも固まってきた感じです。地元の2人が先頭2番手、浅井と坂口、そして2番の古性優作が中段の位置を抑えました。3番の吉田、後方7番手からの競争になっていきそうです。初回3コーナーカーブを迎えるところ、ここで7番の深谷智弘、正攻法の位置へと入っていきます。地元2人が続いて1番の浅井光太、5番の坂口康介と前段は中部の3者、4コーナー回ってきます。2番の古性優作は中段の4番手で9番の東口義友のマーク、そしてこの近畿ライン3番手固めて8番の三宅達也が追走です。東の2人は後方で3番の吉田拓也は7番手、マーク4番の松坂英二、そして東ラインの3番手に6番愛媛の浜田浩二が回っています。3人ずつ3つに分かれました。7番の深谷が正攻法、中段4番手が2番の古性優作、後ろ攻め3番の吉田拓也と固まって第2センターから4コーナーカーブを迎えます。7番の深谷智弘がまずは正攻法からの競争です。この3日間は逃げてよし、まくってよしでこの決勝戦を迎えています。7番の深谷、その番手指定席1番の浅井光太です。実力に流れも引き寄せて順当にこの決勝に勝ち上がってきています。1番の浅井光太、ラインの3番手、めっきり力をつけてきました。5番の坂口康介、前段は中部勢固めています。中段の位置2番の古性優作、今シリーズを大いに盛り上げている1人、2番の古性優作、そして後方から3番の吉田拓也上がっていきました。吉田に4番の松坂英二、6番の浜田浩二と、この3人が4コーナー回って早くも誘導員退避です。赤番前に切っています。3番の吉田拓也、残りここで2周です。中段キープは2番の古性優作、さっと引いて7番の深谷智弘、まもなくジャン前2コーナーカーブ、青番周回の4コーナーで誘導を切りました3番の吉田拓也、そして中段キープは2番の古性優作、深谷は7番手で残り1周半を迎えました。前のペースが徐々に上がっていきまして、3番の吉田拓也がやはり主導権です。古性がまだ中段の4番手で、深谷がこの辺りから動いてくる。ジャンの4コーナー7番手から深谷がまくり上げて最終周回、古性が反応できるかどうか。ここをスルーしたか、7番の深谷智弘が一気に前段捉え切る勢いか。2コーナーからバック、4番の松坂が振っていきますが、7番の深谷智弘がどうやらまくり切りそうだ。2番の古性優作はようやく後方抜け出したところ、3コーナーカーブ捉え切った7番の深谷に追走、1番の浅井光太、そして古性がなんとかまくり追い込んでくるが、まだ4番手から3番手あたり直線コース、絶好の展開。1番の浅井光太、1番の浅井光太、外場から2番の古性優作、捉え切った。古性が捉えてガッツポーズです。展開は浅いかと思われましたが、古性優作がものの見事に捉え切りましてガッツポーズ。深谷智弘がホーム7番手から3コーナーあたりで吉田拓也の先行を捉え切って、展開は浅いかと思われましたが、その後ろからまくり追い込んで2番の古性優作、初めて記念を取った時は先輩のおかげとも話していましたが、今日の決勝は自分の力でもぎ取りました。2番の古性優作、浅井光太無念の2着、9番の東口が3着です。ルーキーチャンピオンレースは酒井健三、そして記念の決勝は古性優作と大阪勢、同じ2番車で取ってガッツポーズです。12レース66周年蒲生内里杯大田競輪、まだ決定は出ていません。決定が出ますまでしばらくの間お待ちください。